山直人。スタートは山本壮太郎。セカンドは土田萌え。チョコラスパメダリエ。そして移動から組んできてくれてます。中心に歌っているんですけれども、はい、いるんですけれども、まあ、皆さんが、まあ、イメージするアカペラ、今回一般のお客さんがね、多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、まあ、その中でそのアカペラって、まあ、ハモネプってまずイメージがあると思うんですよ、うん、まあ、その中で、まあ、僕らがまずですね、そのハモネプに、まあ、近いというか、まあ、聞いたことあるような曲を、まあ、歌っているので、まあ、ハモネプを聴いてもらうような感覚で僕たちに聴いてもらって、その後ですね、また個性のある、バンドさんがね、たくさん出てくるので、まあ、徐々に順応しながらアカペラの世界を、ね、広げていただきたいと、はい、いうことでですね、やっていますけれども、まあ、盛り上げ役、ワイワイって盛り上げるというよりは、まあ、そういう風に、受け取っていただければと思います、はい、で、まあ、1曲目はザ・ブームという、アーティストの風になりたいという曲でした、名曲ですね。名曲です。名曲ですね。はい、はいはい、みんな知ってはる曲ですね。みんな知ってはる曲ですね。おそらくね。まあそんなこんなでやっておりますが、まあ次の曲にさっと行きたいと思いますので、次の曲も楽しんで聴いてください。
それを使って一緒にステージを作るお手伝いをしていただきたいと思います。はい、皆さんこうペンライトをしっかり出していただいてですね、後半部分にララララとちょっと歌う部分があるんですけれども、皆さん一緒にララララと口ずさみながらペンライト一緒に振って会場を一体化して盛り上がっていきましょう。お願いします。お願いします。はい、それでは最後の曲聴いてください。キンキッズでフラワありがとうございました。